編集部のピスタチオ田中とエンピンとオシアンと我が名はグレちゃん E 級決めヒゲンジンです。見たことあるな。さあ始まりました、グラちゃんの第6回目ということでまた生き残っておりますよ。前回勝った人はい、負けた人はい、いや分かんないです。ピックから正解かなと言います。なんか絵として面白い部分があった。まあ、ないよ。いや、まあ、自分の出たところ何期でも面白いところありますけど、いや、全部面白いですよ、はい、全部面白いですよ。そうだね、押し付けてるこんなにいいとこ、ただのクビって言わないけど、こんなに面白いとこあるんですよ。それだ、なるほど。いや、そういう裏工作なしですよ、ほんま。自分が司会になったから、お母ちゃん。はい、じゃあ続いて第6回目頑張っていきましょうということで、はい、こちら、実践ホールさん出ますよ。グイグイいくよ。はい。久しぶりの中野でございます。はい、エリビンは大久保さんです。はい、コシさんと俺の中野、ヒデさんは大久保。さあ、というわけで皆さん、はい、なんか万年してきたからさ、ちょっとなんかつけぐらいだけどね、え、クビにならないとさ、一枚ずつ服ぐらいってさ、そんなのいいんだよ。僕らはいいかもしれないですけど、服やって得するのは僕らだけですよ。僕らと見ている人がいいですよ。じゃあそうだから、いや、じゃあそうだから、あのね、皆さん勘違いしないでください。この子今連勝してますけど、たまたまですから。要はコシさんが始める頃にアホみたいになんかいっぱいいろんなもん弾けたのと一緒で、たまたまですから。今を見てくださいそこ。そうなりますから、続かないから大丈夫。今その通りに調子に乗ってる時に乗らしといた方が入れますよ。いいんすか、見なくて。いかになくて。いいかい。まあ、今回も悪いといわれてるか、はい、立ち回りということですよ。はい、頑張っていきましょう。はい、6回、はい、6回行きましょう、最後。もう、いすみさんとも、はい。グイグイと。せーの。はいはい。はい。グラチャございます。見せますよ、この番号で立ち回りを。朝一は780人並ばれてました。まあね、前の方ですね、これなので頑張ります。絆かまどまぎ取れたらいいなと思ってます。はい、では行ってきます。おはようございます。お願いします。おはようございます。バラエティーも無理。ダメだ、何も空いてない。まあ無理だ。もうパチンコ行きます。仕事でもしよっかな。よし、もうこれにする。もうこれにします。仕事します。はい、じゃあもうスロットが満台で取れなかったので仕事に。ちょいちょいスロットも見に行こうと思うんですけど、とりあえず朝一は仕事に打ちます。はい、頑張ります。では、ですね、スロットが座れなかったので朝一はパチンコから打ちたいと思います。仕事します。はい、じゃあ早速打っていきます。いやー、グラちゃんこれで何回目だ、4回目かなになるんですけど、あ、抽選がいつも、まあ、多くて200人ちょいとかで、まあ、2桁はなんとか引けてたんですけど、まさかの今日はもう780人、あーね、の中の550番。そりゃあ空いとらんっすよね。で、まあ、打たずに本当に、まあ、打てないのでスロットは待つのもありかなと思ったんですけど、まあ、その空いた頃には明日名古屋でまた来店もあるので時間も考えたらどうだろうと思って、まあ、最初はねパチンコスタートで来ましたと。あと仕事には個人的にかなり相性がいいんですよ。前に別の
動画でチリさんと一緒にパチンコを打つ動画でも1万2000発くらいかな出たし、来店でそれこそ今日みたいな状況でスロットが打てなかった時も仕事に打ったんですけど、その時も投資3本とかで1万発ぐらい出たので相性は抜群ですね。なので今日もねちょっとそこを見せたいなと思うんですけど、どうかな。さあ、おチャンス、おどうだ、フリーワンズだけど、合計減らしてきました。今ゼブラでしたよ、保留。いやでも正直ゼブラ外したことあるんで怖い。いや、これは当てたい、これは当てたい。あー、色は白です。まあ、多分これで発展しますね。よし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 、ですよね。これで疑似に。ただ図柄が、偶数なので、よし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 、よし、赤い。いやー、これは当てない。これで当たったらすごい、24回転ですよ。これもう一回疑似にします。よし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 、来ました、出陣。頼む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 。来た、激震モンドリーチです。一応これだけ来ても 50% はあるんですけど、ゼブラとかも絡んでるのでおそらく大丈夫かとは思います。お願い、いきます。よっしゃー、当たった。24ゲーム、投資15本、 1.5K です。えい、あーでも弱い、おそらく通常かなと。まだキラーンってなるまで分かんないです。はい、通常ですね。いや早い、24ゲームまさかの大当たり、これが立ち回りです。すごくないですか、319を24回転で当てた。はい、8回の時短がつきます。何事も起こらないけど、さあどうだ、赤いぞ、キャッチ、あー残念。お、もう一丁、おーい、さあオリクさん、そろそろ時間だね。アジトステージ、お、赤い、いっぱい呼ぼう。5番は、うーん、おー、冒険フラッシュ。さあどうだ、
そうだそうだ。はい、じーに。おう、ギリさん。もうもう一回ゼブラ行こう。7点。オリックさん、共闘かな、これは。共闘ですね。共闘何パーだっけ、30パーぐらいかな。共闘はそこそこ外すイメージあるんで、でもワンチャン頼むよ、お願いします。おー、どうや、ありがとう、ありがとう、本当ありがとうね。いやもう昇格させます、昇格。これは一番ダメ、なんか長押しが一番いいんですけど。あーまた通常だ。まあでも、オッケーオッケー。あーたまらん。65回転ですね。で、通常見ましたか、戻せますからね。やっぱ玉遊びは得意だから早く当たるんです。はい、時短です。ラスト、はい、終了です。チャンスタイム終了。出陣2回、まあ、の3000発取れれば十分です。やっと1回初当たり引いて、そこから、あら可愛い、自宅に戻し、そこでも通常で、そこでも続かずでしたね。とりあえず今は2500発ぐらいプラスなので、これかプラス分でもう一回当てて核変に入れることを目標にします。まあ、なんだろう、また最近あったことでも話そうと思います。別の動画でハイパーリノの動画を上げたんですけど、でその時にゲームの話をしたんですね。で思ったよりそのゲームの話の反響が良くてっていうんですかな、すごい、おおお、さっきのやつだ。あー別にそんな熱くないのかな、トラが呼んでるわ。どうだ、あそんな熱くないんだな。おー、いきなり血のりじゃないや、分岐じゃなくて交番、びっくりした。ショートフリーズしてますね、これ長くない、長いよねこれ。おー特権フラッシュは来ました。えい、多分疑似連はすると思います。お出た強い人、おーブルってるブルってる。あー文字は白、多分疑似連すると思います。で、あ、でも青だよね。で、キツレン、おお、満月ビジョンめっちゃ綺麗ですよね。で、キツさん、さあさあ
さあ偶数と。お、モンドさん。一平恨みがこもってるな。お、来た来た来た。激震モンド。マスター殺人。さあどうかな。ただ先輩さからは2と。あ、でも7きったー。激戦モンド来ましたよ。どうかな。 50% さあどうだ。いけ、残念。うーん、惜しい。 50% を外しました。復活はない。あ、すいません、入ってなかった。読みましたか。そう、さっきのちょっと話の続きをしてます。で、そのね、ゲームの話が結構反響、なんていうの、反応が良かったっていうのかな。そのオフ会をしたら女アバターの人がみんな男だった話なんですけど、まあ、その後も普通に遊んでるわけなんですよ。で、その私ちょっと妹を控え気味にしたんですね。頭を撫でる妹とか、そのハグをする妹とかをね、中の人知ってから。まあでも向こうは相変わらずそういう妹上のスキンシップをすごいしてきてくれて、でアップデートされて、その最近私がやってるゲームの、なんだろう、妹とかも増えたんですよ。でなんか投げキッスをする妹とかも増えて、よいしょ。でまあ投げキッスをねされるんですよ、私よく。なんかやり返せない自分がいて、だろうな。やっぱ世の中は何事もそうですけど、なんか知らない方が幸せなこともあるんだなっていうのをね、すごく私はゲームでたくさん7点しよう7点、まあ、もう世の中は知らない方が幸せなこともあるとか、まあね、たくさんのことを私はゲームで学びましたっていう。最近ツイッターとかもそういう、なんだろう、まあ、出ちゃうエリピンのアカウントですけど、結構そのゲームのこととかもつぶやいたりすると、なんだろう、ハッシュタグとかで引っかかるのかな、あと検索とかで。そのゲーム好きな、私のやってるネットゲーム好きな人とかからも結構フォローしてくれたりとかが増えてきて、最近ねすごい嬉しいなっていう今日この頃です。で、私その自分の使ってるキャラクターを載せてるんですね。スクショとかを貼って、だからと同時にその自分の、なんだろう、そのチームの人とかに動画を見られたら、ま、顔はバレてるからちょっと大丈夫かなっていうのはありますね。これは俺のことじゃんみたいな、うん、まあまあまあ大丈夫かな。まあね、そんな感じで最近ももっぱらゲームばっかしてますね。しかしな、スロットに座れないとはな。まあでもその8のつく日のグラクボさんってことで、まあすごい来るんだなってのはまあ、まあ思ってたんですけど、まさか800人近く来るとは。なんか2分1ぐらいでスロット座れるかなと思ってたんですけど、2分1どころじゃなかったですね、全然。そうだな、まあしょうがないです、しょうがないです。仕事人の掟でございます。自分がね、仕事人って曲、音楽かっこいいですよね。
振り向いた。かわいい。行くぜ。なくしたまずな。もうおじいさんまで行きました。これは、血のり。まだ行くぜ。はい、もう待て、死んだよ。お、もう行くよ。カイセブラまで行かないかな。えい、そうか、もうギリさんしてますもんね。だからあとはここでどこのリーチに発展するか。多分、ああ桜だから発展はします。えい、あーちょっと弱い。よいしょ、頑張れ、頑張って引っ張って。残念、ちょっとリーチが弱かったですね。あ、おとつ、おとつだ。おとつ捕まえよ、おとつ捕まえよ。後ろ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 、よいしょ。あー、突角。おとつ捕まえたんで今突角入りました。これで出玉ないけど確変です。この裏にどうかお願いいたします。はい、突然来た。やっと確変入りました。よーし、突然来た。ハンドルを右に回すんだ。私の大好きな確変が、そう、ここで出玉が増えるんですよ。モリモリ、私この曲もすごい好きで、スーズからが3個、スーズバラバラの、その後ここのチャッカーがきます。もっとモリモリ増えるんですよ。優先の悪を消すことだ。もうなしで、あ、やばいやばい。大抵これですよね。さっさままでよ。刺さっちゃった。はい、当たりました。大丈夫、昇格させましょう。えい、あー、これが一番ダメ。どうかな、まだまだまだワンチャンある。またまた通常です。これで大当たりなので、取れたんじゃないかな。はい、1820。はい、時短ですね。もう一回戻しましょう。これでハンドルを右に回してください。ラスト、残念、2連で終わりました。終了。そこでも
なんだっけ、あの小当たりラッシュでちょっともらえたので、その分でちょっとは稼げましたね。さあなんかね、結構当たりはすぐ引けてるんですけど続けれてないっていう。あー、捕まえて捕まえて捕まえて、あー、持ち玉全のまれしましたね。500回転がハマってきたな。はい、ではちょっと店内の様子をね見に行っていきたいと思います。そう、ここが一応花火のコーナーなんですけど、2分1ぐらいかな。で、ガスさんも、いや花火強い、まあ、若干ちょっとウィッグに寄ってる台もありますけど、箱使ってる台がかなり多いんじゃないかなと、2分1ぐらいかな、花火はどうかな。まあ、あとは窓曲げ2です、今日も。まあ、ここから6台かな、なんですけど、4箱、1箱、まあ、みんな1箱ですけど、まあ、箱は使われてるので、まあ、で初代がちょっと今日は控えめかな。まあ、おそらく今日は、花火と窓曲げ2かなと。はい、じゃあ戻ります。ちょっと最後に、はい、ギリ3までこれは行きます。はい、合計フラッシュ、久々の合計フラッシュですね。まあ、でも今保留が3枚あるので、もう1回ゲジレします。どこだい？ほい、仕事だぜ。これでキジさん勝負だ。どうだ、おー、久々の5番。なんでやるの。どうだどうだ、来た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 。いやー、ちょっとここでね当てたい。お、ブルった。お、赤文字、これはちょっと期待しちゃいます。てか当たって、ほんとそろそろろうそくか。お、びっくりマークだから発展します、多分。 OK、 えい。お、京都久々に暑いの来ましたよ。ただ京都なので、30% から 40% ですね。私、共闘の中でこの共闘が一番苦手なんですよ。なのでちょっとね、いやー、頼む頼むよ。さあどうだ、頼む。おお、当たった、やった、当たりました。564ゲーム、投資が6 10、えい、これは一番ダメなパターン。45、はい、時短です。時短じゃないや、ごめんなさい、通常ですね。いやー、長かった。はい、投資10、さあ、あとはもうここで戻せるか戻せないか。はい、時短ですね。単発です。残念、終わってしまった。もう早速じゃあ結果からいきたいと思います。今日は1日、パチンコを、仕事人ですね、朝からスロットにねちょっと座れなくて、抽選がまさかの550番で、なので朝一からずっと、仕事人の方を打ってました。で、投資の方がですね、1万5500円
私もこれ自分のメモ書き15万5500円って書いててびっくりした。1万5500円。はい。でまあパチンコなので、玉にすると、3875玉投資してます。はい。で回収がですね、なんと1474発。はい。なので、サマイ、まあ、サダマかなにすると、マイナスの2401玉、はい、マイナスでした。いやちょっとねグラちゃん初のマイナス収支になってしまったんですけれども、まあ、敗因はもう分かってます。抽選負けですね、完全に。はい。もう抽選でいい番号が引けてたら、ね、スロットに座れてたらだいぶね勝率も上がっていたのかなと思うんですけど、まあね、アキダイも全然見つけることができず、朝から朝一は3000発ぐらい出て結構ずっとプラスをキープしてたんですけど、そこからねまさかの560ぐらいかなまでハマって、持ち玉も全部飲まれ追加投資をし通常単発で終わるという、いやー不甲斐ない。いやでも次回また次回私出ます。はい。なので次回はもう一度ね華麗な立ち回りを見せてお目を返上して、はい、やってやろうと思ってますので、こういう日もあるよっていうのをちょっと今日は見せました。はい。まあ正直しょうがないです、今日はこんだけ稼働が良かったから。はい。まあでもやっぱりヒゲさんとかピスさんとかコシさんもねこの稼働の中でやってうまくプラス収支にしてるのはさすがだなと思って見習おうと思いました。はい。ということで次は頑張って勝ちますので、またね見てくれたら嬉しいです。はい。じゃあね名古屋に帰りたいと思います。皆さん見てくれてありがとうございました。バイバーイ。次は勝つぞ。さあ行きましょう。今日は181名の中でございます。抽選が、46番だったかな。おっ、ついぶれが4台中3台埋まってて1台空いてるんで、じゃあこれいっときましょう。ツインエンジェルブレイクいきます。じゃあいきましょう。1台目パチスローツインエンジェルブレイク、ガックン OK。 前日の、ね、最初のゲーム数と周期は見れてないですね。で着替えとちょっとお腹が痛いんで、トイレ行ってる間に当たってるともうボーナス2回あれで、ああ逆チャンス目か。うん、今左リールやってみたっけ。うん、今当たってた。さて来週のツインエンジェルブレイクは、さっきのそうか、ミドル、あいきなり赤ハイパー出てきた。早かった、10ゲーム投手1本です。まあいっか。どうしようかな、ミルクルビックでいこうかな、しましまでいこうかな、迷うな、しましまでいこう最初は。さあいくぜ。イエーイ、やったぜ。さあいきなり ARD ゲットです。よーし、さあ ARD 行こう。ゲットでございます。さあ、13ゲームでスタート。いやーギリギリ届かなさそうな感じするな。あと1回なんか来い。あーもうよしよしよし、いいよいいよ、オッケー。
なんとか撃破できました。おっとっとっと、ボナってましたね、チャンス目引いてるからそれかな。よーし、いいよ、ミドル、37ゲーム。さあ光れ、光ってしまえ、バキーン、よいしょ、無理か。さあいいよいいよ、5ゲームで4セット目、4セット目か。さあここまでは順調に倒してきてるぞ。はい、よし、OK、とりあえず勝ちはしました。 V、 おーし、あーサロ、なるほど、サロメ様だったか。もうサロメ様でブラックガード選ばれました。さあやるぞ、ボーナスいこう、ボーナス。まあボーナス引かなくても普通に倒そう、でストックもらおう。さあ42ゲーム、いやー全然減らせてない。いやー来た、やったぜ、ウィン。こうなってんのかな、これ。違った。あれ？俺今ナビ無視したっけ？だから外れだもんね、これ。違うね、外れじゃん。まあもうこれだったらボーナス来てるからね。まあまあたまたま引いたなんてことはないだろ、さすがに1だと6号とかだからね。さあストックはもうないから、はい、これいったんじゃない。よーし、やったやったやった、オッケー。だいぶ無理やり続いてるね。ただね、ボーナスは全くついてきてない今のところ。まあただ外れ一発ゲットできたんで、これはでかい。あー終わってもうた、ついに。14キュン、ボーナスが最後に絡んだのは3連目でミノルボーナスが絡んだっきり、その間ボーナスなしです。まあけどめちゃめちゃ強い要素が出てくれたんで、これで強気に終えますね。出玉も投手1本に今600枚ありますし、頑張りましょう。嘘やん、今 2つ横の人中段チェリーからの7揃い引いてたぞ、あのビッグ12ね、バーニー出てた、バーニー。
いいなぁ、いいなぁ。お、1000ゲーム消化したぞ。ちょっと弱手とかも一応見ときましょうか。さあ1000ゲーム消化して、チェリーがね、あーすごいわ、 58.9 で、ボーナスが今んとこ赤同色1回で、ミドルが2回、あと青同色1回で、どっちも弱チャンス目ね。まああれか、あとは ARTG の外れね、1回、まあ多分外れだと思いますけど、あれはまあ多分っていうか外れだね。お、パワンでステップアップする。こいつ来ねえかな、こいつ。青っすね。カバンから設定されるとこやっといけましたね。287ゲームハマりはしましたけど、まあいい要素なんで OK としておきましょう。ちょっと当たるまでミルクルビック行こうかな。ああ超かわいい、バキン。なんだって、もう何言ってるか全然聞こえなかったんだけど、ていうかなんかウィッチマスターでも見た気がすんな、気のせいかな、このイラストレーターさん。色相なくなっちまったぜ。今日はもう投資1000でいけると思ったら。さあ1400ゲーム回したところで、出玉がなくなりましたので追加投資ございます。まあただまだ投資1本なんで全然余裕でいけますね。すげえグラフだな。カメラさん、今のグラフ映せる？グラフがすげえ尖ってんだけど。ドヨンっていて、いやー参ったな。とりあえず333のバトルンルンまでは回しましょうか。まあ、そこでちょっと、まあ、弱点とか、まあ、見ながら判断しようかな。さあ来い。頼むで、引かれって。いやくそ。はい、だダメだ。さあ抜けましたね。おお3人来た。うんー揃え。嘘やん。これまたチェリー引いてねえだろうな、ここで。おら、よっしゃ、弱チェリーが、弱チェリーじゃない、チェリーだ、普通の、510ゲーム。青い色ですね。さあ、頼む、そろそろやりに入ってくれ。設定さないボーナス、引けてなさすぎるのかな。単純に下なのかな。よし、この出玉のまれるまでは行きましょう。一応今のボーナスを設定されるところ引けてるんで、キュイン。いやー今日かわいいエンドカードばっか出てきますね。
こっちおいでよ、養分の世界へおいでよ。ダメか。うわ、びっくりした。ん、しましま、何がしましまなの、どこにしましま出てるんだ今。プレミアな1個前、1個前に出てた、ひょっとして。来週っていうか、ジュレンでしょ。お約束なの。はいはい、でな、青っすね、俺の目押しが。あ、俺の目押しが間違えてました。しましまと言った。さあ、しましまで27、どこにしましま出てたかな、全然見てなかったんだけど、27でミドルで、多分まださすがに広角にいると思うんで、エンディルタイムゲットかな。なれバン。よし、オッケー。いやー、久々にやりたい。ビッグ何回ぶり、2468回ぶりに入りました。よし来たぞ、1ゲームね、チャンス。ダメだ、ちょっとこっちやりましょう。27でスタートでございます。さあ行くぜ。さあどうかな、上。こりゃ続かなさそうだな。お、あ、入った、39ギリギリですね。はい、2人。お、倒せましたね。おう、やったぜ、ボナった。うん、ここでもなんかどっちかな、ピック狙っていこうかな。いや、緑行こう。よし、びっくりした。俺は変態じゃないから、俺は変態じゃない。あ、来た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 。あれ、さ、ミドル否定したもんな。俺の目押しミスでミドル。はい、エピックでした。41ゲームで入賞。とりあえず、高設定でちょい出やすい画面出ましたね。 ART 中なんでロリオリンピックもやっていきましょう。お利口さんでした。いいな、今日エンドカードいいな。ダメ。ただナビはある、倒せたかな。34ゲーム、
5セット目。お、いいよいいよ。はい、ない34ゲーム、まあまあ伸びましたね、よかったよかった、ごきゅん504枚、まあいいでしょう、まあ伸びた方だと思います。 S 丸くんの S はスマイルの S、似てる？似てない。似てないらしいです。ツー。ナイナだ。はい。頼むぞ。そろそろ当たるよチャンスね。ナイナだ、やめろって。いやマジで。マジで今日滑りチャンスね、一回も当たってないんじゃないかな、うん、多分当たってないな、これもう2700ゲームですけど、おおって思った俺のテンションが一気に落ちたんだけど59ゲーム、さあ226でミドル、ボーナスが当たらんねー、弱チャンス目からミドルですね、186ゲーム、さあ追加投資あと50ゲームほどで3000ゲームになるんで、そこまで回してちょっと数字見ましょうか、っていうかまあなんだろうな、あって4とかそんな感じなのかな、中間あったらいいかなっていう感じも今見てますけどね、さあミッションクリア、3年ゲーム、よーじゃあちょっと一回数字チェックします、はい、現状3年ゲームでこんな感じ、7と9ね、でエンジェルタイム21回、で合算がだいたい167ぐらい、うん、でまあ真ん中、まあ、34に近い感じか、で設定差のあるボーナスがまあもう分かる範囲内で6回引けてて、まあ約500分の1と、でまあそこがまあ大体2と3ぐらいかな、2の近似値になるのかな、で弱点は強いな、今 46.9 で見間違えてなければ ART 中の外れが1回、 ART なんか全然大してやってないからね、693ゲームだからなぁチェリーはいいんだけど、まあ他の要素を合算してみると、あって真ん中だよね、これで1台32回ボーナス当てる方がいるんで、まあ、4台中1台6あるって考えたら、まあ、上等な範囲なので、まああって4っていう感じで現状見ておりますが、どうしよっかな、ちょっと1回周り見に行っておきます、ツインがね前代悪くはなさそうで、2台はいい感じ、僕の隣の方が今3085で20回なんで、まあ150ちょっと、まあ悪くはない感じですね、出玉が今さざらいっぱいで、おっとその横の方が今スペシャルビッグですね、でマイスラもやられてるんで弱点引いたら58分の1と今の時点で、で、設定差のボーナスもしっかり引けてるんで、まあ上は間違いないんじゃないかなというお話です、で一番カードの子はビッグ今32、3700で32なんで、まあまあまあで、ちょっと聞いたら、まあ、6は6あると思いますっておっしゃってたので、まあこれはねあるんじゃないかなと、だからツインはもしかしたら全部真ん中から上使ってるかもしれないですね、だから僕のもワンチャン4とかあるかもしれないんで、まあちょっとどうするかで、真後ろにあるねサイコパスがすごい、あのね、お
一人今4300枚で残り43ゲームになっちゃったんですけど、今1、2、3箱、4箱ですごかったですね。もうさっき3000枚ある時点で残りね700とかになってて、ドミネーターがまあお上手、すごい時代はサイコパスですよで、絆はアズカドッコが2、4、5箱で、ただ一撃だなこれは。で、真ん中遠くの方でちょっと箱しっかり4箱、5箱積まれてますけど、全部って感じはないですね。番長3は入り口手前の方がしっかりデラマ積まれてますね。まあ、番長3今すごいなんか大事にしてるっぽいんで、多分もう絆からもしかしたらメインの一押し騎手が番長3に変わってる可能性はありますけどね。で、4、5、6確定が出てるギアス R2 は今レクイエム行ってますね。で、1箱今伸ばしどころで頑張ってほしいところですね。マクロスは真ん中の方が早々に4、5、6を出したと。で、今1箱でちょっと6はどうかなっていう感じでなんか今打ってるらしいですね。なあ、何打つかな、これ打つかな、4あったらいいなぐらいで打とうかな。あと2000ゲーム回せば5000ゲームミッションだし、よし、じゃあ打ちましょう。じゃあ行きますか。正直僕がもうちょい打ちたいっていうのが一番強いです。頼む、はるか読みに来てくれ、俺を助けてくれ。さあ、カバン道場2回目ですね。やっぱり真ん中はあるんじゃないかな、これ。さあ、73ゲーム、201ゲームですね。あれ、レギュラー来てる？おー、久々、久々じゃねえよ、全然、104ゲームさあ、とりあえず追加投資が始まりましたが、まあ、ちょっとね、中間も危ねえんじゃねえかっていう感じもしてきて、で今ね、こんな感じね、スランプガーフが。まあまあ、こうなってる要因の理由はもうずっともう1000ゲーム近く ARD に入ってないっていうね。で、まあもうやめちゃってもいいんですけど、ちょっと一回 ART 入れたいんで、ちょっと ART 入るまで頑張りましょう。もしくは、時間が来たらもう終了しましょう。5000ゲームミッションまでやろうと思うんだけど、ちょっと時間が足りないんで、 ART 入るか時間が来るか、もう今日はそこまで勝負しようと思います。じゃあ行きましょう。おーす、今日初めてだぞこの演出。あー、割れた、来た来た、やったぜ、ボナりました。さあ、何から狙おうかな、やっぱミドルかな。まあ、いっか、ちょっと違う方行こう。やべえ、これミドルだ出たー180ゲーム全部で28本。リリベチャンス目か。多分初めて当たったな今日これ。さあ、広角順に行けたかな。それで ARD 入ってくれました、念願のね。じゃあこれを伸ばして閉店まで続けましょう。さあ、12ゲームでスタートです。おお、サロメ来た。よーし、いいよいいよ。おお、惜しいね。よーし、いいよ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 、イガイガがだいぶ役に立ってる。もうちょいリリベ、はい。うわー、ここで攻撃力アップって
よし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 、はい、おーし、オッケー、勝った。よっさあ、これで 25% でサロメモード突入、大チャンス。あ、もらえてた、もらえてた、頼む、ここでいけばまだ可能性ある。はい、ルーレットが弱いな、これ。ダメダメでした、チキッショー。すげえチャンスだったのにな。まあ多分ああいうとこでものにできないんでダメなんでしょうね。36で2セット目。よし、オッケー。さあ、ダメージ赤までいってくれました。54ゲーム。おー、仕方があったなんとか頑張れてますね。さあ、38ゲームですね。サロメ様、さあ、終わりかな。さすがにちょっとあと2ゲージはもう持たないだろうからな。さあ、終わりました、219枚もらいましたね。やっぱボーナスからマント増えんので4キュン。よし、カメラさん、ちょっとデータランプ映してもらってよろしいでしょうか。まあ、4000回したんですけどもね、まあ、スランプグラフがこんな感じで、ね、で、まあ、大体180分の1ぐらいかな。まあ、こんだけ回すとやっぱちょっとどうやっても落ち着いてこないんで、まあ、あって中間、まあ、ただちょっと半分強くて半分弱いみたいな感じになっちゃってるんで、まあ、まあ、下かなというところで、ちょっとまあ、今日はこれでやめておきましょうか。まあ、あって中間、上はないかなと思いますこれで上だと困っちゃうけどね。というわけで、実戦終了しましょう。お疲れ様です。実戦終了です。お疲れ様です。じゃ、今日は結果からいきましょうか。ツインエンジェルブレイク打ち切りまして、まあ、時間精一杯まで打ちまして、当時が全部で28本、1316枚で回収が見えるかな、200枚というわけで、今日はマイナス1116枚、まあ、普通に負けましたね。まあ、ツインに関しては4026ゲーム回しまして、ボーナスがビッグ11のミドル11の合算が183分の1と、まあ1以下で、チェリーがこれがすごいんですよ、 49.1、まあ、全然6ぶっちぎりですね。チェリーはよう落ちました。打ってでも体感で分かるぐらい落ちたんで、ね、設定差のあるボーナス、まあ、チェリー色3回、チェリーミドルが3回かな、ちょっと1回分かんない時もあったんで、まあ、2回として、で、まあ、チェリーからの移植とミドルはそんな予想設定さないんですけど、まあ、ちょっと強めのカバン同色が2回引けてる。で、一番大きい魚、あれか、滑らないチャンス目からの同色ビッグ、これはまあゼロと、まあ、引けてない感じなんですね。そして最初の方で ARTG に外れを1回、まあ、引けてると。で、まあどうだろうな、強いところもありますけど、まあやっぱり設定差のあるボーナスの合算が弱いのと、まあ、こんだけ打っててやっぱその辺全然落ち着いてこないんじゃ、まあ他もろもろ合わせてあって中間ってとこですよね。で、4台あるツインエンジェルブレイクは4台中2台はしっかり
まあ、上挙動で、まあ、あの絶対破滅要素も強くでボーナスもしっかりついてきているっていう感じなので、まあ、今日は半分当たりで半分外れだった可能性もありますね。で全体の状況としては今日はなんかメイン機種はまあ大体1台あるかどうかってところで、まあ、バラエティとか、まあ、あとマクロスからも出てますし確定がねなんかよくわからんところに入ってましたね今日は。なんか多分メイン系にはまあ本当1台入れる感じであとはこうバラエティだったり、まあ、あとはちょっとなんか死に島になってるんじゃないかと思われるあの入り口のあそこのコーナーにもしかしたら入ってたかもしれないですね。ツインエンジェルがちょっと悔しい感じで終わっちゃったのでまあ早い番号引いたらまたちょっとリベンジしに行きたいと思います。まあ今日は負けましたけどまあしっかり好きな台を判別しつつまあ打ち切れたというところで別にいいかなと思っております。次いないかもしんねえな。では次のクラちゃんでお会いしましょう。さよなら、バイバイ。おはようございます。さあというわけでグラちゃんの収録でございますが僕が3番目ということでまあね前の2人結果は知りませんが予想ではクソ負けてんじゃないかと。なのでここで一発ビシッと見せば僕が尺を稼ぎますんでお楽しみに。ただ一番の難関はもちろん今日グラクボでございますので抽選本日土平日金曜日でございますよ。給料日前でございますよ。一番稼働が落ちるとこでございますが本日も400オーバーとありがとうございます。400速報値で20ぐらいかな。なので予備券入れて450は入ってると思いますんで目標はあくまでも2桁これが本日の立ち回りのほぼ全てを占めます。それではこの後抽選です。さあ行きましょう。よろしくお願いします。頼むぞ頼むぞ。2枚重なった1枚。さあ皆様発表いたします。僕の番号はこちらです。目標はあくまでも2桁。行きましょう。よろしくお願いします。おはようございます。アクロスをまず見てみるか。ダメだもん。この辺が空いてないよ。じゃあまあ空いてないわな。うわビーマン埋まってるもん。ゲッタもビーマンまで埋まってる。ダメだマジジャグだなこれ。バラエティはなんか空いてないかな。ダメだバラエティマジだ空いてる。ダメだ。はい、とりあえず、まあ、反ビジネスジャグラさあそれでは打っていきましょう。スーパーミラクルジャグラー実際のホールで打つのは初です。まあいろんなプレミア見ていきましょうよ。ジャグスタート。まあでもね本当プレミアは多いんで歴代ジャグシリーズの中ではですね一番こう見せ場絵としての見せ場を作れるんじゃないかと思っております。頑張りましょう。ジャグラだけで勝ってやるよ。もう決めたぞ俺は。今日よっぽどの台が開かない限りジャグラ打ちます。光っちゃった。あ、押しちゃった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 よ。どうやって判別なきゃ。チェリーもういいやもう単独、1本入れてしまったんで4本96ゲームよいしょ。バチコイで単独レギュラー。まあまあまあ4本と本当は3本よ本当はね。ラスト2枚で回した後に上手に出た時に光ったんでしょうね。悔しいぜ。行きましょう。せっかくスーパーミラクルジャグラー打ってるんでプレミアは本当
最低にが出したやつ。さあこれでハマりが300を超えました。容赦ねえなこの野郎。そしてこれでゲーム数、総ゲーム数も500ゲームに到達すると、武道確率が 6.25 か。これじゃダメだな。まあ6切れいいんじゃないかと予想ですけど、ボーナス引くぐらい武道してないですからね。これはちょっとこの1000円で難易度もあるな。よーし、1回ジャグラーコーナー見に行きましょう。いいね、ビッグサンバーケさん113分の1、4の2127分の1、4の399分の1、5の0レギュラー引けてないけど130分の1ぐらいか。3の6、いいね、129分の1、3の49、マイジャグこれ全体系あんじゃねえか。ちょっとマイジャグ打ってみようかな。さっきのですね、スーパーミラクル、プレミア引けませんでした、すいません。ちょっと現段階ではマイジャグのですね、合算が全体的に良くて端が2台死んでて空いてるんで、これをちょっと折ってみましょう。移動です、打っていきましょう。2台目マイジャグ3493回転で246分の1、レギュラー2回。いや、500から武道数えよう。引き算がしやすい。7ゲームはカウントしません。こっちの方がね、俺的にはね、数ゲーム損するけどね、後々本当計算がなくなるんですよ。これで500、ここからカウントしていきましょう。でも言った通り、よっぽどの台がいたら全然移動しますからね。確定系出てるとかすげえ強いコーナーとかね。これで2万円、全然引かんない、全然引かりません。おー、光ったー、362、相当ちょうど20です。でここでは7本ですね。よいしょ、よいしょー、危ねー、ほらーバチコーイバチコーイ。一と安心、うー、いつかジャグレーンをかましてくれるその時まで。ここポン、勝ったー、114。はい、マチコイビッグ、これ55ランプって映ってます。ちょっとだけ、ちょっとだけこれ下げてみようか。やっぱジャグラーの実践とかだったら55ランプって言った方がいいもんね。少しもう5センチぐらいカメラ下げてみてください。このマイジャグ3コーナー、合算がちょっと落ちたなという人が1人で、その他皆さん6ブッチですから、まあ大丈夫でしょう。でもうすぐ回し始めて500ゲームに到達するんで、ちょっとですね、一回ブドウチェックと。
あ、光っちゃった。まだ500ゲーム到達せず14ゲーム。うわ、分割した。映ってかな。まあちょっと映ってっか。分割です。分かった、俺がもう頑張ってちょっと斜めから打つから少し正面に来なさい。もう頑張るよ、おじさん。さあ画面の角度変えてみたんですけどどうでしょうか。これなら結構映るよね。これでいこうか。はい、おう、ぶどう。ラッキー、さっきも取ったもんね。よいしょい。はい、バチコイ終了ですよ。そして言った通りここであと4ゲームでカウントし始めてから500ゲームに到達するんで、ブドウを見てみましょう。体感的には抜群です。果たしてブドウ確率いくつでしょうか。これで1000ゲームということで500、 5.26 分の1、ぶっちぎりでいいですね。もう打ちますわ。はいはい、いや光った。35ゲーム連チャンが止まりません。あいやー、あいよー、はい、初単独レギュラー、はい、単独負け2回目ですよ。よいしょい、135バチコイビッグ。さあ単独のレギュラー3発目。おお、中断271ゲーム、ドーン。しかも緑色に映ってますか。緑、おきれいでござる、おきれいでござるよ。色変えてみようか。変わった。はい、何色がお好きですか。何色がお好きですか。点滅にしようかな。はい、バチコイビーグ。粘ったね、踏ん張りましたよ。だんだんこいつ思い込みの力で出したんじゃないかって気がしてきた。あれ、マイナス思考発動。いや、なわけない、あるある、狙い通りですよ、狙い通り。300も超えました。たまにここからグイグイハマって全のまでのパターンありますからね。あれ、よく見た、ハイジャックコーナーで300超えてる台が僕を含めて4台あります。そういう時間帯なのかな。おかしいな。今またプラマイゼロぐらいまで戻ってきました。多分1000枚ぐらいですね。500までに当たってくれ、お願い、お願いでごわす。あー、光った、危ねえ。432ゲーム、500は超えてほしくなかったんですよ。よし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 。いや、ほんとこれは危ねっぺね。ここ大事だったね。これで二打法200パー、ぐぬぬぬぬ。もうすぐ
2500ゲームに到達です。いやブドウはね体感的にだいぶ下がってると思います。99これで2500というわけで、私がカウントし始めてから、で2000ゲームと進みましょう。321回、6.23、下がりに下がってきたな。ガスさんも、今2000回して9の6000円166分の1まで落ちました。これ一旦ちょっと動くところだな、周り見よう。さあというわけで3代目凱旋でございます、まあ、どうなんだろうね、なんとも言えないところですけども、で前任者のお話聞いたらですね、あんまり凱旋を詳しくない方みたいなんですけども、青さんで1回 2回青さん引いて1回ジンストップ入ってるそうなんで、まあ、あとは回してどんだけ謎当たりが引けるかと、まあ、出玉を800枚前後持ってるんでこれで何とかしましょう。現在ですね1493ゲームですね、通常ゲーム、はい、で GG が19回で310回で回ってます。いきましょう。まずは現在の滞在モードの把握から始めましょう。すまんのジャグラー、まあでも打ってたねマイジャグの数値がどん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 ボーナスもブドウも下がっていったんで、リキリには少し遅かったぐらいかもしれないですけどね、まあでもあんなもんか。いやー500が引けない。おー上がる上がる、嘘、まあ、今日ことごとく予想が外れるな。かっこよく1000枚ぐらいプラスで終われるイメージだったのに、そこ全のまである。追加投資しちゃう。というわけでここでもちメダルがついえました。追加投資3人目、悔しい悔しいよ、かっこよく立ち回りだよ。まさか天井行ったりしないですよね。おいお前それはやめろよ、それやりすぎだぞ、そんなしたかな。911、総投手が追加で9本、総投手が29本です。あー911ゲーム深い深いよ。これがゴッドとかな。これは多分昨日3連だと思いますので、ループはないなかろうと思います。こっからよね、このモチベーションでなんとか競りゃあかん。お、すごくもついてる0.0。
若干辛いぜ。でもね、またね、凱旋コーナー出たまつり、ちょっとだけそれカメラ持ち上げてもらっていいですか。凱旋コーナーがね、出たまついてきてるんですよ。俺がないけど、隣の方が1箱、4箱、2箱、1箱、0、4箱、9箱か。だからやっぱりね、今日のゴッドコーナーで当たりは凱旋だと思うんですよね。ああですか、凱旋かで言われたら。もうちょい粘ろう。さあ、ここで登場していただきましょう。宇沢諭吉、4人目です。まだ許容範囲ですよ。待てましょう。これ当たれば謎当たりですよ。さあ頼む。17、18、あーやってきた謎当たり。19、ここです。はい、さあ433で謎当たりです。長かった、総投手が47本、だから追加が18本か。まだねとは言えません。ただまあ首の皮1枚ぐらいつながりました。何も決まってるんでした。順道だけは私が用意しましょう。でしたよ。ミラーは出ましたが、まあ何もんで、まずリーフはあるでしょう、まあ、可能性はゼロじゃないですかね。いや、今最後にミラーに飛ぶときあるなと思ってる。なになに、理想感が漂ってきた。否定はできないところだ。若干の理想感、自分でも感じ取っております。さあ飲まれるよ。もうなんでこんなに猛毒感、ちょこちょこ小役引いとるだよ。おお、かっこよかったな今の押し方。飛び出した瞬間に迷わずダンダンダン、あの俺の好きな押し方だ。ためずにね、テンポでいくやつ、あれ気持ちいいよな。さっきの扉の押し方を見習って僕も押したんです。溜めずに行ったんです。よっしゃー、おらー、いやありがとうお兄さん。しゃー、565ゲーム。いやー危ねーよ。総投手が53本。やったぜー、耐えたー。さあ行きましょう。53球まくるよ。いやー最高のことだね。気持ちいい。
でね、見てる方には全く分かんないと思うんですけど、あのね、エースが出た瞬間にさっきの隣のお兄さんとかさ、バババッと押せたんですよ。あの時もう本当見てる方には分かんないと思うんですけど、打ってる本人はここだけスローになるんですよ。マジでこのテンパイしたのがバンって目に入ってスローになって、おーって止まって、あと遅れて音が来るんですよ、テンパイ音が。僕あの大好きなコントロールの一つです。集めレースが来た時に僕よくバーンってやるじゃないですか。 あれは本当気持ちいいから、ぜひですね皆さんもやってみてください。あ遅れたって時にいちいち叩かないで吉本とバーンと、あのね、テンパイする瞬間がスローに見えるっていう意味が分かると思います。めちゃくちゃ気持ちいいよ、本当にあれは超気持ちいい。まだ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 、おい順蔵よ、こっから反撃の呪しようじゃないのかお前。順蔵よ、おーいおーい、かわいい、茶弁家、おい、あ、そりゃそうか、何喜んでる、何喜んでる、前回からだいぶ相対的です。前回はすごい順調ですけど、ベールが何回切るかによって今回はこの気ならが全然来ないから、見えないし、乗らないし、めっちゃ迫力つけてるけど全然天下できないし、乗るわけないし、お、マジで乗るわけあった、全然あった。え、天国いんの、天国以外で外れてもスタートだったらそれ結構薄いよ。9セット分このままのペースで来てるんですよ。10セットでも足んないです。よっしゃー、どこ行った、表面上はあと1個です。全然足んねえな、1650、全然足んねえよ。ここでバイバイバイ、いっちゃん嫌いな目、ここで一番嫌いな目です、はい、気分悪い、理由はご想像になりますよ。チャンスから全員いらない、おい、一発のジャンスをものにします、全員いらない、おい、1つ目、はい、全員いらない、はい、よーしょー、2つもらいました。8までいったぞ、8まで、初気なれ4年をなんとかものにしました。最終セットでいきなりまくりの目がマジで見えてきました。順調も戻った、今のでこのセットである程度、あと2つプラスループ、なんなら1回落ちて金が回り、全然足らん、全然足らん、2000枚、残り650枚、遠いな、遠い、意外と遠いな。さあチャンス来ましたよ、ここでチャンスをあげましょう、レッツゴーゴー。ダメだってレッツゴーゴーは
レッツゴーゴーはダメだった。いやー上げたくなっちゃったんだよ、これチャンスよ。前回ボロボロだったからさ、今回こそだって大事よ。今の位置で下手したらまぐれあったよ。絶対絶対ですね。ぜひですねこちらの動画を見たら絶対コメントください、書いてください。絶対です、 YouTube のコメント欄に絶対です。ここに必要なのは約400枚、まあ、1セットで順調頑張ってもいけなくはない。おお、ダメ、すげえ面白いよ。もう一回彼にチャンスを与えてあげてください。ゼッツゴーゴー、ゼッツゼッツ親心ってやつなんですよ、ゼッツ。いやー悪い流れから悪い匂いが出てきたら、まさかのルフも、ああゼロではない、弱いな。さあというわけでまくりには至ってないですね。もちろんまだ潜伏の可能性はございますけども、何が言いたいかね、まだやめねえよってことだよ、まだやめねえよ俺は。攻めてプラスだよ、プラスになってなければこんなもうゴッと引いても引いてないも一緒だよ。こんなのこの3連渡った時の謎当たりは1回だもん。お、じゃあ3連行ってしまうから4連粘った。54ゲームで決まる4連、3も当たってるやね、2個あるからね。あれ3も当たってて2セットもらったらこれまくれるよ、意外となんとかなっちゃうもんですね。最後こうあっさりと、いやーレッツゴーゴー言わなかったのが良かったかもしれないですね。というわけで67 68 69、エロいまくれる予感の数字でございます。3連も当たってる方がちょっと夢あるよね、これ楽しめる人生。さあ運命の G ゾーンまであと1ゲーム、果たして実戦終了となるのでしょうか。フィナル3連が当たっていれば順応もこれ1セット目からいいですからね。ここでまくりで実戦終了いきましょう。ドキドキの、さあラスト、もちろんこれです、ゼッツゴーゴー決めろゼッツ。続行当たるかな、当たった、さあまくりましたよ、ブイブイブイ、嘘、え何で、キナラさんね、もう一個二つ、えでもあと一個はよくわかりませんが、ブイブイゼッツブイ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 ということで結果発表、お疲れ様でございました。いやーなかなかにして疲れた一日でございましたが、本日ですね抽選が300弱番ぐらいでしたっけ、290番ぐらいを引いて、
まあ朝一がジャグラースーパーミラクルジャグラーね、まあダメっぽいなと。で次いで移動したのが、マイジャグ3か。で前代系っぽくまだ午前の段階で見えたんで、ここで一勝負しましょうっつったら、うまい具合にブドウも 5.1 分の1ぐらいでさ、単独レギュラーもポポポンと3発引いて、ああもろうだねと思ったらですね、雲行き怪しくなってきてと。でその段階で2万投資だったっけな。で出玉が減って800倍ちょいぐらいある状態で、どげんかせんといかんと。で見て回ったら、凱旋の8台がですねもう取り切ったんでやめますと、あんまりよくわかんないんでということで、そこを取りましたと。はい。でその凱旋がもう見ての通りでございます。バン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 投資が膨らんで56本までいきました。いやもう死んだと思いましたけどね。56本ですよね。そうですね、はい、死んだと思ったんですけども、はい、あそこの起死回生の隣のお兄ちゃんのおかげのゴッツ、はい、テンポゴッツですね。でその後ですね、まあゼッツ君のおかげでもうまくれず終わりかなと思ったんですけど、そこでゼッツ VV が出まして、はい、あの謎の V、 もう分かんないのが回生の面白さですからね。で結果だらだら説明しましたが、投資の方が、56本、回収がこちら、ダダン3675枚ピンなんか悪くしてやろうな。はい。いや、ただですね、私が打ってた凱旋、どうなんですかね、全体的には、はい、凱旋コーナー、最後写真撮ってきたんですけどね、まあ、真ん中の方やめちゃったかどうか見ますけど、まあ、こんな感じになってるんで、前回収録でお邪魔したときに引き続き、今回、キハーですか、凱旋かって言ったら、やっぱり凱旋だったんじゃないかなと。はい、で全体系で間違いないと思うんですけども、まあ私が言ってたよね、難しかったですよね。結局通常時結構回しましたよね。で謎だったら1回、で木奈良3連が明確に当たったのが、1回かな。でその後の V のやつよく分かんないからね。で前の前任者が青奈良3連が1回当たったって言ってたんですけど、まあ、僕は青奈良3連全部で何回引いたか覚えてないけど当たってません。はい、なので何とも言えないところですが、まあまあまあ、あの状況も見て上なら間違いないし、うん、謎当たりとしてっからね。でボードが行こうがすこぶる悪いでしょ。だまあこれも今回も4-6と、でまあ全6っぽかったけどな今日のはって考えると、まあ6でもこういう展開もあるよといういい見本になったんじゃないでしょうか。はいはい。まあ、外線以外だといつも通りならまずアクロスコーラーとかね、いつもの感じで2分1ぐらいずつ、ノーマルタイプコーラーも入ってたんですけども、その他がね結構ね変わってて、各機種1台だよって言ってるようなコーナーにまとめて出て可能性があります。はい。あとバラエティなんかのギアーズからシゴロが出たりとか、あとウィッチとかのあの辺のコーナー2台ずつのコーナーとかが全部箱、3本くらいずつ積んでたりとか、はい、でジャグラーからも合算を避けられない、結局各島、まあ、サブ1ぐらい出てるのかな。だからまあ今回は抽選悪かった人も楽しめるような配分っていう感じで俺は、見て取れました。なんかまあ確かにね、最近抽選いい人いや、ね、行くと決まってきて、で抽選悪かったら結構帰る人なんかもちょっと増えてきた感じあるから、まあその辺に対する配慮なのかなと、そういうイメージじゃないですかね。まあなんか立ち回りとしては結局最終的にプラス5と引いてプラスになったってところはありますけど、まあ間違いじゃない打ち方をしたと思いますので、はい、まあ、今回もですね僕は消えることはないと思います。で最終がピスタチオ田中が残ってるのかな。あの子はなんか最近ダーンで勢いに乗ったですね、派手な絵見せてくれると思いますんで、僕も結構絵は地味だったと思いますから、最後ピスちゃんの回に見せ場を残したいと思います。よろしくお願いします。よし、なんと13番です。久しぶりにこの階段にいる気がするな。ただクソ暑いしクソ男くせえっていうまあメインどころ久しぶりにグラナガさんで撮れますんで、そちらに行きたいと思います。13番行きましょう。よし、とりあえずこっちから入ってって、うわこれ故障中なんだ1番カード。そうか、じゃあここ行こう。ほい、本日魔法少女マドカマギカで実践スタートです。
さあ、それでは早速窓巻き行っちゃいましょう。まあ窓巻きにした理由は、ホムラ部屋、はい、なんですけども、このグラナカさんでメイン機種と言われるものは、基本的には3機種、絆、番長3、あとはこの窓巻きですよね。あ、まあ、もうちょっと言えば、まあ、ゴッド系も入るとは思うんですけども、まあ、そのメインところ、いつもいつもしっかり設定が振ってある機種を上げると、やはりその3機種で、そのメインどころの3機種から選ぶとしたらですね、あれ番長3は DVD になるんですけど、僕一撃ちょっとまんまいを出してしまって、あれ以上の絵はほぼほぼ作るのは不可能だと思っているわけですよ。だからですね、最近ちょっとね敬遠してるというか、動画であんま打たないようにしてると言いましょうか。あとはもう絆か窓巻きかっていう話になるわけですけども、まあ、その2機種を選べと言われたら、おのずと窓巻きの方にね足が向いてました。まあ、せっかくね早い番号取れたんで、いつもアクロス系とか言ってるイメージあると思うんですけども、ノーマルタイプというよりは ATRT 機しっかり打っていこうかなと今日思いました。はい、どうだ、イエース、のっけからよろしいんじゃないですか。はい、46ゲーム、早い。はい、一発目のボーナスでございます。さあ、53プチボーナスです、一発目。はい、行きましょう。それ、やい、よし、あとはここからレア。よし、強固まで行ったよ。しかもこれ強固止まりですね、強固止まり。さあ、ここ大事、超大事。おー、熱射す。あー、リップかよ。今日は月が綺麗だね。一発目のプチボから巻きからしはなしと。今日ここまで行ったんやけどな。ああ、円環。な？もう一丁。頼む。よし。いいよ。いけるよ。はい、ここでチャンス目、33、いけ、あるでしょ、それ、よし、よし、はい、これで35ゲーム数ですね、持ちコインでいけてます。 OK、 今んとこ順調じゃないですかね。え、
はい、45ビッグボーナスですね。さあ行くぜ、チャンス告知。さあ降格は20ゲームありましたけど、大村揃いはなしと。はい、わけわか。はい、プチボタン合わせて167枚ですね。行きましょう。当たりましたね、これね。当たりましたよね。レッサー回ってましたもん。余計投資もいっとるなぁ。ちょろっとしか回しないのにもう33本いってますよ。とんでもねえ台だな、これ。まさか外れるってことはないですよね。まさかね。それはないないない、大丈夫。おう、もう金ですやん。はい、ウィン。はい、524チャンス目から、33本です。さあ542プチボです。そろそろ入らんと死ぬよ、本当に。はい、行ってみよう。テンション大事よ。やっぱ女の子もね、上げていかないと、乗せていかないとダメよ、本当に。そう、京子さん、かわいいですね。それぐらいしか、男性としてのスキルがないっていう。あれ、ホムラよ。おっしゃー、いいよ、愚直に。男は愚直に。言葉なんてそもそもいらんすから。よし、助かった。さあ今日初のアリントヤス。はい、プツボからマギガラシゲットです。なんとか頑張ろう、これ伸ばそう。頑張るしかないよ。はい、スタート。そうね、ステージアップ。赤ない話じゃない、赤ない話じゃないでしょ、これ。さあどうだ、ここ。40、はい、ボーナス。なんとかつないだー。あぶねー、さあ、え、プチボ3連か。さあラスト、今日は月が綺麗だね。はい、合計で20ですね。よしよしよし。ダメそう。はい、91ゲーム、490枚で終了です。はい、さあここからまあ生き戻しがあるかどうか、あとを見て一旦もろもろの数値見てみたいと思います。
子供の数値が、マッチャレがスイカ12回で2回、弱点が84分の1。もうちょい打ってみますね。もうちょい打ってみましょう。とりあえずいった。もう直接のボタンですね。16の4。そろそろ育ってほしいな、マジチャレさんや。4回目ゲッタンよ。おし、いけ。マフ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 、青やだな、青やだな。よし、あ、追加投資、これで合計 5回ですよ。5回、残り5回のようなもん。そう、お願いします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 って、お願いしますがな。30の大の大人や成人男性がこんなお願いすることないって。おうね、シャス、もう終わった、刺さらん。あら、あら、もしかしてスイカとスイカ引いたんですよ。キューベイのチャレンジさん来ないですかね。いやー、ないかー、チークショー。5回目にしてようやく、はい、552。うわー、ビッカクやん。今ブチも3連してたんで、まあ5連までいけるかなと思って打ってたんですけど、もうちょっとこれで踏ん切りついた感じがします。もうズブズブよ。42本。まあ今現状 B にいるっぽかったんで、まあ、天国以降の期待もできますけど、まあ、このまま天国抜けたとしても B 狙いでこのままこの台打つかって言われたらどうかな。さあ、574ですね。 BB とマジチャレからよし、じゃあチャンス告知でいきましょう。なんとかマジチャレしてくれ、マジチャレじゃねえ、マーギカラーしてくれ。はい、わけがわからないよ。135枚です。ちょっととりあえず天国分まで回します。赤文字47、完全に鳥の台に、鳥の台に集中してて全く見てなかったので振り押ししました。47。あら、プレイフシード見てる。
チャンス目の煽りだと思うんですけど、これゲーム中の煽りかな。ありがとうございます。よし84チャンス目かゲーム数から、まあ、B にいたんでもしかしたら全国に上がった可能性もありますね。はい、首の皮1枚持ち込んで何とか消えてます。はい、ビッグいくぞー。え？何これ、何この赤いの、合格もらってるようなサインなのかな、それだけ。俺赤な赤のステップアップなんて初めて見たよ。赤のウィンドウ銃だけなのかな。終わり。え？ちょ、僕順押ししていいですか。僕あの中段チェリーの停止方が全然わかんないんで、中押しした時の。うわあ！なんなのこれ。あ、確定薬だ。ありがとうございます。やったぜこっからじゃい、こっからじゃいて、あの赤ウィンドウ何なのとか思いながら、お隣さんちょっと話して聞いたら、いや中段ジェリーとか確定焼けとか来るとき大体あの赤ウィンドウみたいなの出てきやすいですよ的な、え、俺押し準備プレイだったよって言ってて、で合格10しかもらえず、なんだそれっつってたら、本当に来やがったな。ホームランのステップアップまで初めて見たっす、あれ逆に僕も。あーよかった、マジよかった、粘ってよかった。42本まくるよ。さあ確定薬いけて、マイカラッシュ本日2発目よし、よし行くよ。ワルプル80発ね、合ってますか。ワルプル80発よね。よし目標20連、花火ガーラン、花火ガーランやんこれ。よし行くよ、やったるよ。よし、マギが流れてます。よし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 、ナイスです。とりあえずちょっと安心してある一定ラインまで回せれますね。3連までか、4連目まではいけると。まずは5までいきましょう、頑張って5までいこう。ここ大事。 NO! ちょっと待ちなさい、さやかさん、あなたいきなり出てきてんじゃないよ。いや大丈夫大丈夫大丈夫、よし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 、ここいや絶対大丈夫、絶対ウェイクアップ、しゃい、さあ
よし、5連目まで行った。100、十分でかい。こっからよ。よし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 、大丈夫でしょう。10行こう、10行こう。そろそろ避けて安心させて。いや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 、ないないない、それはないよ、ないない。ああ、よし京子、10連目ホームラン。中ならいける。そろそろ避けよ。なぜお前は避けん。まあエンターテイナーだな、エンターテイナーよ。大村さん、あなたすごいよ。ここまでドキドキ楽しませてくれるんだから。はい、何来る。赤来る、赤来る、青。いけいけいけ、あ、すごい、50乗った今。やばいやばいやばい、おお、88。末広がりすぎますねこれ。はいはい、やっべ、緊張してきた。やべえよ、20いけるよこれ。20いけますよ。マミタスは大丈夫。嫌だ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 、溜めるね。はい、18まで来ましたよ皆さん。あー、やべ、連続ピンチ、連続でピンチ。大丈夫、スイカも引いたもん。大丈夫だっつの、大丈夫だっつの。わー、惜しい。18連、18連っすか。2連しとけや。まあでも十分十分ゲーム数稼いだんで、これを元に頑張っていきます。頑張ります。なんで20いかんのや俺は。あそこでなんであとひと踏ん張りができんのや。悔しいな、ほんと悔しい。まあでも本当正直、起死回生も値千金確定役でしたね、あれは。本当にあれなかったら死んでましたよ私今日。まあ今んとこ、とりあえずの目標は投資分をまくる、それに集中しましょう。よし、ビビと。はい、プチボ。いくぞ。あと一踏ん張りすればワルプルなどなので、頑張れば目標の2100枚にはいける可能性は出てきました。まあ、ワルプロ必須だな、これ完全に。あ、ステージチェンジせず行った。これどうなの？ちょっと順押ししていいですか？さっき言ったように僕、中段チェリーの中押し続きの中段チェリーの停止型が分かんないんで。ああ、そういうパターンか。これ一番やくってことは1枚損した。まあまあ、でも万が一中段チェリーのこぼしめとかだったら嫌ですから。僕はよし、もらいました。何が出てくる。来たー、ワルプル来たー。行くぜー。ターンはやめよう、ターンだけはやめよう。そう拝む。
行ってきます。目標5連。よし頑張れ、頑張るぞ小村、頑張るぞ、一緒にやったるぞ。耐えた、今の耐えた。待って、ピンチはそうそうこんて。バカ野郎。まあ20でした。目標の5連届かず。まあでもあんなもんですよね、言うて。ちょっと今このユニメモでいろいろ確認したらですね、今日強チェリーをまだ4回しかいなくて、700分の1とかなってるんですよ。どうしましょう。固めてこーい、今いけ。あー、1900枚は超えたけど目標の2100枚には届かず。はい、508ゲーム1905枚で終了です。あとはどうだ。はい、まあ引き戻しとあとドロー、まあ250まで回すのかな。ちょっと回していきたいと思います。はい、とりあえず窓巻き、今からちょっとスーツ出していきたいと思います。はい、まだ3000ゲームちょいしか回しないので何とも言えないですけども、ジャクチュリーが30回で 97.1 分の1、これ、まあ、2とか3ぐらいなんですかね、2ぐらいか。でマリチャレが20の5、まんまか当てにならないですけど、ちょっと弱いように感じます。で僕の右のドレさんは着地70分の1とぶっちぎってる感じで、どうなんだろうな、まあ、全体系はないと思うのでここで一旦まとまり見切ってもいいかなと思いますので、店内一周したいと思います。さあ自分の打ってたあれ見ますか、これだ。うわ、ギリギリだな。いや僕ちょっと勘違いしてたんですけど、これ40の名前貸しなんですね、グランパ中野さん。なんで 47×42 で1974枚で、流したメダルが会員カード入れたんですけど1745枚、229枚マイナスか。惜しいな、あとちょっと。はい、で目立ってた機種見ると、まずはツインか、ツインブレイク。中2台は良さげですけど、右っ端も動いてない時間があるんですね。左っ端はあー辛そうだな。あでもどうなんだろうな、ありそうっちゃありそうだけどな。あでこの左から2番目の台はもう ARTC の外れ2回出てるみたいです。あと今一通り見て回った中で気になった機種は、そうだあれガールフレンド、まあ、打ってる方もほぼ間違いないですっていう感じだったんで、左っ端だけちょっとしんどそうなのはしんどそう、うん、ただ左から2番目打ってる方が左っ端が一番強いですって言われてたんで、まあ、チャンスオンのあの種類でしたっけ、もう強烈に強いって言われてましたし、まあほぼほぼ間違いないと思いますっていう感じだったんで、まあ、今日はもう当たりがガールフレンドかなとは思います。
まあ、あとはバラエティも良さげだったんですけど、今からちょっと掘り返すのはなといったところなんですよね。どうすかな、一旦考えますわ。はい、まあ、窓際はもうやめます。次の台探すか、まあ、このまま実戦終了になるか、まあ、最後店内状況はもう一周回ろうかなとは思ってるんですけども、もしかしたらこれで最後になるかもしれませんので、はい、ご了承ください。とりあえず探し回ります。僕は、はい、実践終了。いやーちょっとね、あの後も結構ぐるぐる回って、まあ目星をつけたら機種等が開かないか、あとはゲームス狙いできる台が開かないか、この辺を見て回ったんですけども、まあこれ以上粘ってもしゃあないかなということで、今日はもう窓まぎ1本で終了ということになりました。結果途中のデータ機の前でも言いましたかね、投資が42本、47枚貸しですん で1974枚、で獲得した枚数が、まあ、ギリギリ届かずの1745枚ということで、マイナスの229枚といったところで、まあ、ちょっとギリマイナスなんですけども、これをねワンビッグ引いて取り返そうとしてズブズブいくよりは、ここでしっかりと立ち回り、グッとこらえることも立ち止まりだということで、見せていこうかなと思います。はい、今日のグラナカさん、まあ、ガールフレンドはもうほぼ間違いないかなと。最近強めに言ってあるツインエンジェル、うん、この辺はあとは全力は多分ないかなとは思うんですけども、うん、あとはメインどころもちらほらといったところで、まあ、土平時にしては、まあ、まあまあまあ良かったんではないかなと。いや、もうもっとねグイッと店内状況いい時はもちろんありますので、次はねそれを期待していきたいかなと思います。さあ、今回の立ち回り的には総括つけると、抽選よくメインどころ行けました、その後積もれませんでした。ただ、まあ、積もれないにしてもこうズブズブ行きそうなところをビッグ中の確定役、まあそこの一発でねだいぶ戻したのはでかかったかなと思います。はい、なんで引き続き、このグラちゃんしっかり立ち回って、どっちかって言ったら番号いい時より番号悪い時の方が勝率がいい気がするんですよね、ピスタチオ本当にね。頑張っていきたいと思いますので、引き続き応援のほどよろしくお願いいたします。さあ、それでは次回のグラちゃんでお会いしましょう。バイバイ。